マの羽ってコウモリっぽい形のイメージでいいんですよね。あ、今新しい衣装を作ってるんです。今回は今までのニュースにない感じをみんなで話し合って小悪魔をテーマにしてみたんです。小悪魔って悪魔の小さな羽がついてるイメージかなと思って羽をつけることにしたんです。素材によって見え方も大きく変わってくると思うので、そこにもこだわりたいなーとかいろいろ考えてたら全然決まらなくて、何種類か試作品を作ってみたんですけど、ちょっと見てもらってもいいですか？衣装はもう作り終えてて、あとは羽をつけるだけなんです。羽が可愛くつけられればとってもいい衣装になると思うんだけど。え、この羽ですか？はい。わー、なるほど、すごい、あっという間に可愛くなりました。ちょっとしたバランスでこんなに良くなるんですね。ささっと縫い付けて早速試着しちゃいますね。着替えました。前からも横からも羽がいい感じに見えます。後ろから見ても可愛いですか？ちょっとした違いでこんなにいい感じになるなんてびっくりです。明日みんなに見せるのが楽しみです。